熱海市の土石流の起点には崩落した盛り土の一部がまだ残っていて、県は梅雨前の応急的な安全対策を実施し、その現場が今日地元住民に公開されました。被害を甚大化したとされる盛り土の責任はどこにあるのか。これまで報道の問いかけに応じてこなかった現在の土地所有者に SBS は独自取材をしました。熱海市伊豆山で去年7月に発生した土石流災害で崩落の起点となった現場には今も崩れずに大量の土砂が残っています。県は今年4月から梅雨前の応急的な安全対策として排水路などを設置する工事を実施。昨日応急工事を終えたとして地元住民に現場を公開しました。この黒い排水溝の下に管が設置されていて、盛り土が雨を吸収し崩れてしまうのを防ぎます。工事では地下水を集めるための排水管を設置するなどして盛り土の地下に水がたまるのを防ぐ仕組みを作りました。でも安心はできないね。やっぱりまだ崩れる可能性もあるし、雨が降るとやっぱり子どもたちが怖い、寝れない、起きてしまうっていう現状も今まだ残ってますので ね、だから本当に安心安全な伊豆山に戻してもらいたい。この工事はあくまで応急的な対応。熱海市は崩れ残った盛り土について本格的な安全対策を講じるよう前の土地所有者に対して指導してきましたが、明確な回答はなく、先月末強制力のある措置命令を出しました。前の土地所有者はこれまでの SBS の取材に対し、2011年の土地の売却後、熱海市は現在の土地所有者に指導してきたのに自分に措置命令を出すのは違うと思うと話しています。前の土地所有者から2011年に盛り土の土地を購入した男性です。災害の発生後報道の問いかけに応じてきませんでしたが、先月 SBS は直接本人に災害の責任はどこにあると考えているのか聞きました。土地の盛り土が崩れたんですがお答えいただけませんか。どこに責任があると思いますか。わからない。代理人の弁護士はこのように答えています。そもそも買った時もその後もあそこに盛り土があるということも知らなかったし、その盛り土が危険なんだと、したがって何か安全工事をしなきゃいけないんだということも知らなかったと。熱海土石流災害をめぐっては損害賠償請求、殺人罪などでの刑事告訴と様々な角度から責任の所在について検証されていますが、土地の前と現在の所有者をはじめ誰もその責任を認めていません。